ローゼンホーマローゼンホーマは、日本のアングロアラブ競争馬、福山競馬場を本拠地とし、クスノキ賞全日本アラブ優秀にや全日本アラブ大賞展など、アングロアラブ系競争馬の全国交流戦を優勝するなど活躍し、福山競馬史上最高の名馬とも称される。主戦騎手は、長瀬、哲也、長瀬哲也。バレーは、当時の表記、旧表記とする。 兄が、競合ゼンタイムという両決が、福山でデビューということで、デビュー前から話題となっており、デビュー戦では、圧倒的一番人気に応え800メートルを48.6秒のレコード勝ち。続く2戦目もさらにレコードを更新する48.5秒で、連勝。3戦目に、パドックから本場場に向かう際、暴れて、競争除外になってしまうアクシデントはあったものの、 その後も、順調に連勝を続け、重賞ヤングチャンピオンへ出走。ここで思わぬ苦戦を強いられ、福山での当面のライバルとなる西藤パワーと馬体を、接してのゴールで辛くも勝利。3.4着と無金差の大接戦となった。この年は6戦6勝で終えた。4歳になっても勢いが止まることなく、連勝を続け、迎えた、福山ダービーも圧勝で制した。 こうして、文句なしの成績で、兵庫県、その競馬場で行われた、クスノキ賞全日本アラブ優秀に出走。本、馬が出走するとなり、新聞紙面で、瀬戸内の怪物と称されるなど、その強さはこの時点で福山だけでなく、全国に知れ渡っていた。レースは2周目向き正面で、後の多い三冠馬太陽ペガサスと共に早々と、馬群から抜け出し、 3から4コーナーからは完全に太陽ペガサスとのマッチレースに。しかし必死に追う太陽ペガサスとは裏腹に、最後までステッキを使うことなく残り100メートルあたりでリードを広げ完勝。福山所属場では、日高声優以来に遠目となるクスノキショウ制覇をデビューから13連勝で成し遂げた。外戦出走となった福山 A1 では、 競馬は降りして逃げたフロールワーキングを交わせず初の2着となるも、その後は順調に勝ち続け、コバコン号重賞金牌を制するなど、福山オープンクラス相手にも楽勝するようになり、福山クラシックでも93歳児に詰め寄られた西藤パワーに大差をつけるようになっていた。福山で敵なしになったローゼンホーマは、大井競馬場にて行われる全日本、アラブ大賞展に出走した。 レースは、広いコースに乗り慣れていなかった安城の何は火星が、3コーナー手前で早じかけ、福山では通例したこともあり、最後は野村大王に突き放され、生涯最大に差となる0.4秒差の2着に、敗れた。その約2週間後、福山クラシック3冠目のアラブ王冠を8馬審査で、静止福山3冠馬となった。 この年は15戦13勝2着2回と素晴らしい成績で終えた。年明け初戦である福山最高峰競争の福山大賞天で優勝。この頃から金量負担が大きくなり、夏の重賞福山金牌ではついに 60kg を背負ったが、それでも優勝するなど、重賞2勝を含む7連勝を挙げた。しかし 62kg を背負い始めてから、 初の連続2着、勝馬は2戦とも、有効オンブルとなってしまった。金量だけでなく、体調不安説も流れる中、前年に続き全日本アラブ大賞店に出走。安状の何若生も前年の失敗から、同じ鉄を踏まず、念願の全日本アラブ大賞店を、単勝一番人気に応え制覇。この年も終わってみれば10戦8勝2着に回と、 ほぼパーフェクトの成績で終えた。この年も、初戦の福山大将天を楽勝するなど、順調に連勝するも、春の重賞福山大花賞では、主戦の何若生の騎乗停止により、岡山茂雄を安定にして2着。次戦で主戦に戻ったが、また2着と、2度目となる連敗を喫した。その後持ち直して、福山金牌を含む3連勝と徐々に波に乗ってきて、 いたが、この頃には足元が限界寸前になっていた。秋の復帰戦は一回催見送った後の出走となったが、勝ち星を挙げて連続40連隊を達成した。これは、統計二世が連続41連隊を達成するまでの間、日本における最多連続連隊記録であった。この後、全日本アラブ対象点連覇に関わる馬所と引退を進める。 調教師で話がもつれ、自走の福山菊花賞の走りで、今後の進退を決めることとなった。その福山菊花賞で、初めて連帯を外し三着に敗れ、引退することが決定した。三着になった際には、競馬場内が一瞬静まり返った後、大騒ぎになったという。ちなみに、枠連の配当は、単勝四番人気と最低人気の組み合わせで万七千九百円を、 記録したが、各予想史においてに、3番手評価を受けた馬が、馬券圏内に入ったにもかかわらず常時では、考えられな大波乱となる異常配当からも、ファンのンホーマに対する絶対の信頼感が、読み取れる。この年は10戦7勝2着2回3着1回の、成績を上げ、トータルでは41戦34勝2着6回3着1回と、すばれらい成績を引っ下げ、晴れて種ボバとなった。 なお、1988年12月18日に、福山競馬としては、初めての引退セレモニーを催され、その映像とすべての出走レースが共に収録された、ビデオが存在する。あまり記録に残すことがなかった時代において、非常に稀なケースである。この圧倒的な戦績から、アラブ史上最強馬と称されることが多々ある。長く、福山競馬を楽しんでいる。 年配ファンも、ローゼンホーマーか、ヤナイエースのどちらかを、福山最強馬として挙げる子がほとんどである。また、連続連隊についても、サラブレッドとアングロアラブの違いがあるにせよ、アラブの全国超位一戦級と何度も走り、晩年は、脚部不安と高金量に苛まれながらも記録を、達したローゼンホーマの方を、同馬の記録を更新した統計にせより、質が伴った記録と称す人は、 少なくない。タネボバとしては、自身の現役時代を彷彿とさせるような3区はいなかったが、後実の自身の名を冠した、ローゼンホーマー記念を制したハギノハートリングなど、多数の重症勝ち馬を排出。また、1992年のタネボバ成績ファーストシーズンで一位を記録し、1994年のアラブ級二歳市場では、落札額最高記録となる2010万円で、 取引された産区がいるなど、水以上の種ボ場実績を残した。ローゼンホーマ産区は、福山競馬所属のタップフェルカイトの抹消を最後に、現役競争場としては姿を消した。福山競馬場では、ローゼンホーマの競争場面を冠した、重傷競争である、ローゼンホーマ記念が1990年から2007年まで行われた。2006年3月には、ローゼンホーマ自身も、 北海道からこの競争のイベントとして行われた引退は展示に参加するため18年ぶりに来場した。最終年は全日本ローゼンホーマー記念と題して全国交流競争として行われた。全国的なアラブ系競争場の等数源から休止となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。